皆さん、こんにちは。カルチョ2020です。えー、ということで、我々のドキュメンタがら2週入っての <laughs>、はいえー、約1ヶ月ぶりの、うん、えー、サッカーの話。ですね。<laughs> なんかもうだいぶ空いて、あのドキュメンタリーのやつが、ま,まあ、その、なんていうんだ、皆さんのリアクションが温かかったことも含めて、うん、もう、どんどんあのパターンを作ってほしいなと思いました。<laughs> <laughs> ただね、<laughs> やっぱほら、数字にも現れてる通り、いい加減カルチャーの話をしてくれやと。ですよね。思ってる方もいらっしゃると思う。すよ本当に。あの、今現在、今日は火曜、水曜日ですけど、昨日モウリーニンのタイミングが発表されて、まあ、それはもう来る来る。私のもとに。で、これタイミング的にちょっと間に合わないんで、え後日ちょっとお楽しみにしていただきたいなと思ってますけど、え今日に、今日は、あまいいや。その前に伊藤さんどうでした あのー、年末年始。年末 <laughs> 年始。末年始、ほら、今年は、クリスマスも試合あって、30、31日もセリアあって、そうそうそう。割とその、この我々がやってない間に、うんうん、セリアの状況も変わりつつある。確かに。コンパイタリアとかも行われたりとかして、ま、はいね、もなくイタリアがスーパーカップも行われるみたいな状況になってるんで、サッカーの話、もうしたい話もたくさんあるわけですよ。うん フットボールフリックスが終わったとか。そ,そうですよね。<laughs> 年末に終わったとか。<laughs> 確かに、ひっそり終わってたもんな終わったとか、いうこともあるんで、はい、あの、そろそろ、カルチャーの情報に植えてる人たちがたくさんいるわけですよ、うんうん。じゃあ、伊藤さんってもう普通に年末年始もサッカー見ちゃってたんですか、ずっと、はい。見てましたね。うん、年末年始、家での仕事が多かったんでうん、うん。やっぱそうなっちゃいますよね、結局ね。<laughs> 年末年始やってるからね。<laughs> そう。で、年末年始僕も基本的に仕事っていう仕事あんまり入れないんで、 あの、時間があったから、結局ずっとサッカー見ました。<laughs> <laughs> サッカーやるのと、うん、サッカー見るのしかしてない。あちこち行ったりはしたけど、そのなんか、実家、実家とか、もう奥さんの実家とか。うん、結局でもサッカーやる、やる、やる回数もめちゃくちゃ多かったし、うん、で、もう空いてる時間ずっとサッカー見てたんで、変わんなかったですけ、結局。<laughs> 余計時間があるだけで余計見れちゃう、ね。そうそうそう。ということで、うんうん、え今日は2024年一発目ということで、はいはい、2024年注目の11人と、うん。はい。これね、あのー、まあ、新年なんで、まあ、そういう今年注目、2024年という1年に注目してほしい選手っていうふうに、まあ、普通ならやりがちなんですけど、それはあんまつまんないなと思って、うん、2024年、うん、細江が好きなイレブン。<laughs> <laughs> 私、細江克也が好きな11人。なるほど。これがね、うん、僕の手元に届いてるんですけども、うん、あれ、こういう、なんでしょう。はい、一般大衆向けな YouTube とか、うんうん、こういうダゾーンとかでやるならまだわかるんですけど、うん、うう一般のカルチャー見ようかなとか、うん、セリエ見てみようかなって人に対し、が出会っちゃったら困る。 そうですね。まあ YouTube なんてね、別に制限ないから誰でも見えるから、<laughs> はい、そういう意味では非常にこう優しい作りっていうのは求められると思うんですけど、はい、でもそれで例えばね、やっぱ考えたんですよ、僕も。うん、じゃあ今更、ラウタロ・マルティネスに注目してくださいって言われても、うん、言われてもとか言ってる自分が、うん、うん、ちょっと悲しい。でもあれなんじゃないですか、うん、ラウタロ・マルティネスが、どこがすごいのかみたいな<ー>深掘りみたいな。はいはいはい。全,全く頭になかったですね。<laughs> <laughs> <laughs> だから、あダメだめだ、これと思って、とにかく、2024年、私、細井勝也は、この11人をずっと好きでいますっていう、なるほど、ジルがミランの9番の呪いを破ったぞとか、テオがセンターバックやってるんだぞとか、そういうのではな,いなくる、<laughs> <laughs> 個人的な、はい。なるほど、細井さんはね、ゾーン、スポティー t v セリア配信している2つのプラットフォームで、 セリアの解説をやってらっしゃいますから、その細井さんが言うなら、もう間違いない11人。そうですね。ということで、いきましょう。1人目。これ、ちゃんとポジションに当てはめました。なるほど。11人ってことなんで、まあ、ベストじゃないけど、注目イレブンってことですね。そうです、そうです、そうです。大好きイレブン。大好きゴールキーパー、カルネセッキ。カルネセッキ。アタランタ。 よかったですね。うん。ムッソがね、あのー、相変わらず今シーズンの始めはスタメン。まあ別にムッソも,もちろんいいゴールキーパーなんですけど、カルネセッキどうすんのよって。ね去年ね、あの、活躍して、うん、クレモネーズで。うん。あれだけ素晴らしい活躍をした中で、どうすんのかなって思ってたんですけど、やっぱまあこう、シーズン前半のうちの後半は、カルネセッキが、ええー、まあ、徐々にね。はい、出るようになって。で、今当たらんタなんかすごいどんどん来てるっすよね。 あのう高い、やばい、うん。で、非常に面白い感じにアタランタがなってきて、まあ、まだ、その結果の部分でバラつきあるんですけど、なんかエネルギーがすごい戻ってきていて、チーム全体に。うん、で、デルソンとかやっぱすごいし、今。うん、目覚め始めている、えー、デケテラーレあたりもそうだし、すごく面白くなってきてるんで、アタランタはシーズン後半における注目チーム、大注目チームの一つなんですけど、 あそこの今、ゴールキーパーとして、やっと、やっと本来の力を出し始めてるカルネセッキは、やっぱこいつすげえなって思わせるシーンがいっぱいあるんで、あの、イタリア本当セリアゴールキーパーめちゃくちゃレベル高いし、本当にいい選手いっぱいいるんですけど、あの、今好きって誰が好きですかって言われたら、カルネセッキですって <laughs> 感じですね。シーズン序盤はムソが出ていて、うん、カルネセッキも上々、 ちょいちょい出場機会もらったんですけど、そのちょいちょい出た時にミスしてしまったりとかして、やっぱりムッソかみたいな雰囲気になったんですけど、うんうん、この年末の試合とかもほぼカルネ石器になってきて、うん、で、まあ、ムッソの遺跡の話も出てきたりとかしていて、うんうん、まあ、当然夏にその世代交代、まあ、ムッソなりカルネ石器が高額で売却できれば、アタランタはどっちかをファーストに固めたかったと思うんですけども、うんうん、それができなかったんで、えー、まあ、徐々に。 っていう感じで緩やかにカルネ石器、アズーリトップの代表にもまあ定期的に呼ばれるようになる器だと思いますんで。うんうんいや、そうなんですよね。うん、だから、まあ、正直、今、イタリア代表のセイゴールキーパー、誰にしたいですかって言われたら、伊藤さん、誰にしたいですか 結構ね、あま、まあ、どんなルーマなんだけど、うん、どんなルーマがもしちょっとインフルエンザになっちゃいましたって言ったら、迷いなく、<laughs> だ、じゃあ次誰にしますか難しいです。だから、うん、まあ、メレットとか。うん。だいっぱいいるんゃだって。うん。プロベテルだって。そう、俺ね、結構、 プロ,プロベデルかカルネセッキなんですけど、カルネセッキはだそこにやっぱ入ってこなきゃいけないタレントだと思うんで、そこは今シーズンの今の状態考えると、まあ、やっぱゴールキーパーも、試合に出続けないと取り戻せないコンディションがいっぱいある,いっぱいといかあるんで、まあ、ようやくそのサイクルに入ってきたかなっていう感じで楽しみですね。カルネセッキね。うん、いや、本当ですね。僕今シーズンムストにポジションを奪われて、うん、またどっかのレンタル出されるんじゃないかなと思ってたんで。ね えようやくですね。しかもね、かっこいいんで。うん、かっこいい、えー。人気出ること間違いない。続いて二人目ですね。はい、えー。右サイドバック。うん、これは伊藤さんにぜひ話を聞きたいんですけど、うん、かよでですね。マイケルかよで。なんかね、やっぱ僕あのシーズン開幕戦のあの印象がやっぱすごいずっと強くて引きずってるんですけど、怪我をしてちょっと離脱したけど、また戻ってきて、うん、あやっぱこの選手、なんかセンスあるよなとしか思わないですいつ見ても。 なるほどね。<ー>まあだから、でも、これ結構難しいです、カヨデ。うん、カヨデがシーズン序盤の1、2、3試合ぐらいまで良かったんですけど、その後が割と低調なんですよね。そんで、やっぱり右サイドバック、この冬に獲得したファラオーニ、うん、ベローナから32歳、はい、ファラオーニ取って、<う>で、ファラオーニがウディネーズ戦、後半から出てきたらいきなりアシストするんす、ね。はいはい,はい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 。で、カヨデ調べたらワ,ワンアシストしかしてないんですよね、まだ。そうかー、うん。ああ、<っ> 数字残る数字がないのか。そうなんですね。インパクトとかはあるんですけど、うん、まだまだ若さがあるなっていうのはちょいちょい感じますけども、うん、まあそれをまあ、これからね、伸びるっていう伸びしろも考えれば、うん、海洋ではまあ面白い存在ですよね、うん。そうですね。そう。だから僕はそこのやっぱ、 確かにし、最近の試合とか見,せて,見てても、まあ、いかにも10代の選手らしい、ばらつきは全然あるんですけど、なんか、要所要所に、その選択するパスのコースとか、強さとか、ありますね、そう、その辺の、あ、この選手は勝ってるな、うまいなって、思う、感じるポイントがいっぱいあるんで、うん、そこでね、フィオレンティーノの試合見るときね、結構ね、火曜で、今日火曜で出てるかなって思っちゃうぐらい、あの好きな選手。火曜でもね、いいですよね。うんいい なかなかいい子でね。うん、名前がいいですね。夢は、フィオレンティーナでチャンピオンズリーグに出場することだって言ってね。うんうん、いい子ですね。うん、はい。かよちゃん。かよ,ゃんかよちゃん。かよ、かよちんだね、はい。はい。はい。はい、次、センターバック。1枚目。もう、これは別に全然マイナーと言わず、今シーズンは押していけると思いますけど、<laughs> カーラ・フィオリー。ボローニャー。これはどうですか本当ボローニャー、まあ、最近ちょっと試合、 まあ結果という意味ではね、ね少し低調になってきたし、あの、まあ相手に研究されて潰され、幼を潰された時にどうするかみたいな壁に今ぶち当たってますけど、相変わらず河原フィオリが自信満々で、ルクミと縦関係になって中盤に入って組み立てるとか仕掛けるみたいなところの、なんかもうこの人一回、そのやっぱね、サッカー選手って自分のプレーを100%出す自信、それをつける壁が一番高いと思うんですよ。サッカーのキャリアにおいて。 自分の力を100%発揮できる自信を持てるかどう、この壁を越えるかどうかが一番難しい、あのキャリアにおいて一番難しい。俺結構ね、この人を超えたと思って今回。で、こ、この領域に入ってしまえば、何にもビビることなく堂々とやれるメンタリティーが持てて、今そこにちょうどこの選手は入っている気がするんで、本当その、自分のポジショニング、ただ例えば、4枚の最終ラインで自分が1個前に出て、 例えば、ルクミよりも20メートル、30メートルポジション前に取ってもビビらないみたいな、その様子を見てると、あ、こいつ、そっち側に行ったなって気がするんで、<laughs> あの、すごく、それがこの先の成長にも繋がりそうだなっていう意味で楽しみだし、まあ、ボロニアがこういう面白いサッカーをしている中での、まあ、間違いなくキーマンの一人なんで、まだまだこうシーズン後半戦楽しませてくれそうだなっていう感じですかね。 そうですね。まあ、センターバックの左、うん、フォーバックのセンターバック左に出ることが多いんですけども、えー、本職だった左サイドバックに出ることもあって、うん、まあボローニャの中心選手の一人ではありますよね、今ね。本当ボローニャはね、相変わらずいいサッカーするし、あのー、研究対象として非常に面白いんで、見ちゃいますね、ボローニャ。ボローニャも俺も結構今年2番目に見てるのボローニャじゃないですか、ねあ。見ちゃいますよね。あ<ー>あ このタレントでこんな勝てんだみたいな。そうそうそう。結構個性バラバラだけど、こういう噛み合い方するんだみたいな。うん、それどういう意識づけしてんだろうとか、どういう練習してんだろうなっていうのを想像させるチームなんで、そこがすごく面白いし、だから、オルソリーニとかもそうだし、もちろんそうだし、ファーガソンとか、あの辺の選手も本当に今伸びてると思うんで、楽しみですね、このチームは。 のセンターバックさせているカーラフィオリが入ってきたと。と、はい、そしてもう一人センターバック、はい。はい。これはユベントスからレンタルでローマに行ったハイセン。まあ、正式な発音はハウセンっていうのは近いんじゃないかなと思うんですけど、主に表記されているのはハイセンなんで、ハイセンと呼びますが、うん、あの、ユベントスの 僕がこの最初にこいつを追おうと思ったのは、ユベントスのプレシーズンマッチ、今シーズンのプレシーズンマッチを解説することが決まった段階で、いろんな、その若手の映像を一回全部 YouTube で見ようと思って、うん、ネクストジェーンの選手たちもみんな一通り見たんですよ。7月ぐらいに。うん、全員名前で検索して、うん、こいつどういう選手なのかなっていうのをこのハイセンが、あの、やたらインサイドキックがビシって蹴れる。うん 縦に入れるのが上手だっ、ね、そうそうそう。すごい。あのインサイドキック蹴れる選手って、よくこの細くて、あの、そうですよね。そうそうそう。あの、10代の選手で、あ、こういうキック蹴れる選手出てくるんだって思って、それに結構びっくりしてて。で、えー、っと、ゆうべ対バルサが中心になったのか。アメ,アメリカでやってた。そうそうそう。で、ゆうべ、ミランが次解説だったんで、それで確認したんですよ。試合に出,た出てきたから。うん、あ、やっぱこいつこういうキック蹴れるんだ。やっぱいいや、うん、楽しみだなと思って。 で、しかも、これ、富安選手も一緒なんですけど、うん、富安選手が初めて代表で、A 代表でプレーした時に、僕そこまでそんなにあんまりそれまで見たことなかったんですけど、あの、つける縦パスのインサイドキックの強さと、結構怖いタイミングでも出せる。インターセプト狙われてる雰囲気があっても、自分のインサイドキックの強さと精度に自信があるから出せる人のキックなんですよ。で、これ、 あ,あ、そうそう、富安ってこういう感じだったよなあ、みたいな感じで、はい、せん、いいぜ、面白いぜ、と思ってたんで、その話をプレシーズンマッチの解説でもちょっとしたんですけど、なかなかゆうべでは今シーズンね、その,その意味では、最終ラインはなかなかレギュラー争いって意味で難しかったんで、どうすんだろうなと思ってたんですけど、まあこれが結果、レンタルという形でローマに行って、まあすぐにデビューしたあの最初の試合。うん やっぱりすごく、あ、やっぱそういうプレイできるんだったら面白いな。で、18歳。もう19歳になったかなそこが、すごくワクワクさせてくれるんで、あのー、やっぱセンターバック、しかも特にあの、あの位置の選手。まあよくね、僕はあの、最重要エリアの話もした通り、あのセンターバックの脇っていうのが、未だにやっぱりポイントになるんで、この選手はやっぱ出てると見ちゃいますね。で、こう。 敗戦を熱望していたモーリーニョさんがね、いなくなっちゃったんで、はい、この後ローマでどういうふうに気をされるかっていうのは気になるところですよね。<laughs> そうですね。まあローマのセンターバックも結構そういう意味では、今チーム立て直しって考えると、なかなか勇気がいる。デロッシどうするかわかんないですけど、勇気がいる人選になると思うんで、センターバック。まあ彼がどういう使われ方をするのかっていうのも、デロッシがどういう監督かっていうのを一つ、キャラクター付けとしては面白いあの物差しになるかもしれないですね。 なるほど。うんえー、そしてさい、ディフェンスではよ最後ですかね、はい。左サイドバック。はい、レッチェのガッロン。この選手が好きで好きでしょうがない。<laughs> みんな知ってるガッロ。ガッロ,ンガンロン。どうだろう。<laughs> あのー、今シーズン最初にレッチェが、すごく調子が、まあ、ダベルサ監督の下で良くて、えー、その時にレッチェハマった人、うん、追っかけてる人100万人ぐらいいるんじゃないかな。<laughs> その人たちには、多分今おなじみのガルドなんですけど <laughs>、うん、今のレッチェの左サイドバックではもう完全にレギュラーで,で、ね。何がいいって、ファイターなんですけど、うん、で、立て替えて頑張れるんだけど、それだけじゃなくて、この人ね、何かとタイミングがいい。タイミングがいいんですよ。あのあ<ー>、走る、出るタイミング、受けるタイミング、なんつったら、相手と一対一向き合った時に、今は外す、そこ勝負しないでほしい。 今は行ってもいいよっていうのの感覚が、周りに近いの。なんか、そのゲームの流れに近い。だから結構俯瞰で見て、今自分が仕掛けたらみんなに寒い、うわ、寒って言われちゃうよねっていうのを、よくわかって。なんかその、そこがすごく惹かれるんですよね。なんかあんまり違和感がないんですよ。だから見てて。おー,えーみたいなのが。なるほど。うん、なんでその強さでパスつけちゃったのとか、うん、そこの弱、そんな弱いパスつけたら、 はめられるに決まってんじゃんみたいのがあんまないの。<laughs> この人。サイドバックってやっぱそこすごく重要で、<laughs> 特に4枚のサイドバックって、まあ、はめられやすい、狙われやすいから、<laughs> そこに追い込まれて、そいつがどういうプレーをするかによってはめられるんで、そういう意味ではターゲットになりづらいっていうか、うん,うん。だから頑張り屋さんなくせに結構そういうところの、うん、感覚がすごく、まあ、僕のサッカー感と合うんで、<laughs> ガンロね。ガンロが来ると思わなかったな伊藤さんどうですかガンロ。いや、ガンロ、あの、ま、レッチェも、ま、よく見てて。やっぱどうしても、レッチェ見ると右のジェンドレーを見ちゃうんですけど。いいっすよね。で、ま、ガンロ、ガンロっていうのは、ま、実況でもよく言ってたんで、ま、サイドバックもすごくいいなと思って結構レッチェ長いんですね。っていうのは、ま、あんま知らなかった選手ですけど、なんかあれらしいですよ。今調べてたら。 細江さん大好き。ジャコマッツィの息子と、娘さんと、ご結婚さん。縁を感じる。ジャコマッツィ、名前間違ってなかったら、今度デロッシュのその、コーチングスタッフの一人なんですよね、確か。あ、そうなんだ。確か。えと、ピンツィとジャコマッツィがいたかわ、熱いな、それは。デロッシュのスタッフに。ちょっと名前、そうなん間違ってないければ。はい。っていう感じですよ。ジャコマッツィ世代が。 ガーロの左注目ですね、うん。すごくいいです。このなんかタイミングっていう意味でこの人の選手、この人のこと見てみてほしい、一回。うん,うん。そのなんか頑張って、うわっつってオーバーラップして、クロスバーンと上げるっていうのも魅力なんだけど、うん、それよりもなんか違和感がないっていうこの感じの、そのタイミングっていうキーワードでこの人のこと見て滑らかなんて、ちょっと待そう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 。うん、それ。そう、はい、グッド、サンキュー。みたいな。プレーが多いんですよ。<laughs> はい、サンキュー、サンキュー。そう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 。へー。うん ちょっと気にしててみよう、はい、続いて中盤ですね中盤ねこれ構成としてはなんかもう適当になっちゃうんですけど4枚一気に上げますね、はいえー、右サイドのミランチュク、うん、真ん中はロベルラとカーゾ、うんえー、ラツヨとフロジノネですね、うん、で左っていうかもう、まあ左にまあ、この配置で左に置きましょう、うん、カリアリのニコラス・ビ,ビオラこの <laughs>。<laughs> 何が、これめ、すごくメッセージ性があるんですよ。この選び方。これか ?4 人セットでですかそれともうん、まあ、うん、セットにも意味があるし、何、セットで何が言いたいかっていうと、うん、僕やっぱり今サッカーがまた新たな時代の分岐点に来てると思っていて、<laughs> 毎年だ、うん。クラシカルなナンバーテン <laughs> あ、そうなんですよね。うん、あそうそうそう。クラシカルなナンバーテンの時代が、来たひ。ひそひそと迫ってきてます。うん <laughs> それでいうと、はいああ、まあ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 、ああなるほどうん、うんまあ。特に何言いたいのはカーゾとビオラですよね。カーゾとビオラは、まあ、実際に背番号、はい、1を背負ってるっていう。はい、そうですね。カーゾとかって、まあ去年のフロンジノーナの小学のメンバーにもいるメンバーですけど、うん、今シーズンそんな出てないですよ出てない。本当にピンポイントで途中交渉で流れを変える。 感じ。まあ、ビオラは35歳とかですけど、まあ結構最近はずっと出てて、さすがだなあ。そうそう、ビオラ全然出てなかったんですけど、<う>ここ出てますね。そう、最近、やっぱラニエルってやっぱすげえなと思うんですよ、<laughs> こういうところ。このカリアリの今の状況で、ビオラをスタメンで使う、このセンス、もう抜群だなと思ってるんですけど。え 首周りや袖周りからも、タトゥーがすごい選手なんですけど。はい、<laughs> 左利きで。まあ、ファンタジスタですね、どちらかというと。もう本当典型的なファンタジスタ。もう、キック、左足のキックの精度だけで生きてきました、みたいな。そう,そうそうそう。うん、でもうね、コーナーキックとフリーキックの精度がもう、えぐいです。うん、この人。止め、止めた、止めたボールはもう、はい、やばいですね。天才、はい、止めたボール蹴るの天才で、本当にコーナーキック、このチーム全部入るんじゃねえかと思ったけど、全然入んないですけど。<laughs> <laughs> <laughs> そんぐらいいいボールいくぞ。ひたすら。ビオラがけると。で、ほんとそれ見るだけでも価値があるぐらい、あの、もうキック一本でやって、大好き。本当に大好き。今もカリアの試合はもうビオラ中心に見たら本当楽しめるんで、はい、ぜひ皆さんにお勧めしたいのと、カーゾは本当にフロジロネでも全然出場機会がないんですけど、<laughs> 本当途中で、ね、出てきたときに、あのね、うまいんですよ、とにかく。 まあ、ね、うまいっすね。うまいにうまいあのー、足元、そのボール持たせたら、本当に全然一人だけリズムが違う。あの、ど、やっぱ、よくその10番を表現するときに、こう、時間の流れを歪めるっていう言い方をするんですけど、本当にそれができる。みんながぐわーつって近い人が寄せてっても、一人ひら、ひらってこう、全然時間を、ぐにゃぐにゃーって時間を変える。 あの持ち方と、それによってこう周りがどれだけ救われるかっていう。この選手はもともとフィオレンティアのプリムウェイラ出身の選手そうなんだ。この構は。はい。えー、まあ、10番タイプ、10番ですよね。うん。めちゃくちゃうまい。えー、そしてもう2人ですね、ミランチュク。はい。ミランチュクもまた、また盛り返してきたか盛り返してきた。<laughs> 盛り返してきた。正直、<laughs> あの、アタランタに来たばっかりの頃のインパクトから考えると、うん、その後の全然こう、うだつの上がらなさは、うんうん、心配していた僕は。この選手は、<laughs> 本当に、あの、こうなってしまう、昔のユベントスのクラッシッチみたいな、うん、あの、そういうこうなんか、このまま、なんかそのテクニシャンタイプの選手が、うん、なんか成功せ、一回ハマらなかっただけで、 ちっちゃくなってっちゃうのかなっていう、あの、すごくそれを心配したんですけど、まあ一回ね、レンタルの期間を経て、戻ってきて、うんううね、そうそうそう、戻ってきて今シーズン勝負だなと思ってたら、お、この今、状態のいいアタランタってこういうハマり方をするんだっていう。で、まあ右サイドに置かれて、まあこれも何が変わったかって、プレーの位置が低い。 あったともう昔はもうちょっとゴールのエリアに近かったから、はい、だからもうペナの付近でカットインしてシュートみたいなところで、うん、ゴールまでは期待されてた気がするんですけど今はそうじゃなくてもっと順番的な右サイドなんだけどそこの一歩引いた位置でボール受けて時間を作るで周りが走ってくれたり動いてくれたりするのをうまく使ってそれを使ったあとにもう一回自分が絡んでいくみたいな。うん そこに役割がシフトした瞬間に急にこうなんかキラキラと輝き始めて今ほんとミランチ君のところにボール入るとなかなか簡単にはボール奪えないしなんかやり直しが効くんですよねチームはそこで勝負じゃなくてもう一回やり直すためには一回ミランチ君のところ預けとこうかみたいなその選択肢になれることがこの人に向いてたんだっていうことがよくこの数ヶ月のアタランタ見てるとわかるんであっ来たんじゃないミランチ君 って感じです。うん <laughs> えー、そしてもう一人がラッツのロベンラ。はい。はい、このな、この夏に移籍してきたわけですけども、うん、シーズン開幕当初はまだコンディションが上がってなかったのか、レギュラーでは出れなかったんですけども、えー、ロベンラは今ではね、もう完全に定位置をつかんだ印象がありますね。はい。もうね、もう、あの、おかげさまで本当、今シーズンはラッツィオの解説ばっかりやって, <laughs> <laughs> やってるんで、ラッツィオはもう多分全試合もちろん見てますけど、あの、全然ダメなんですよ。チームとしては。 バラバラだとお伝えされていますね。そう本当にバラバラで、サッリズモのサノジもない、いわゆる。うん、サッリさんがやり、やりたいのかどうかは別として、僕、か勝手に僕らがイメージしているサッリさんのサッカーとはもかけ離れた、本当に一対一でこの局面で勝負して、勝ったら、そこで勝ったら俺たち勝てるぜっていうサッカーしかできてないんですけど、今のラツヨにとってもうむしろそれでいいんじゃないかっていうふうに今もう思ってて、なぜなら勝ってるから。うん、そうなんですよね、うん。そう。でね、そこの、 一番苦しい時期に、なんつうんだろうな、バラバラな中でも、うん、だから何みたいな感じで、自分のプレイに100%を注いでたのがロベッラ。まあね、我々がロベッラと出会ったのは、ジェノアがセリア、セリア B に降格する前のセリアの時に、はい、これやべえの出てきたぞ、みたいな感じでしたけども、はい、そこからユベ、まあ、ジェノアが降格したタイミングだったかな、イベントスがパス買って、うんまあ、なかなかイベントスは出番が、 まあなかったんですけども、その後ね、モンタァにレンタルされたりとかして、はい、で、今シーズン、ラッツよ。そうですね。だなんかモンツァでも、もちろんこの人ってだから、うまいから、はい、あの、綺麗に、丁寧にやる、はい、まあ、アンカーボランチの選手として評価されてる気がするんですけど、はい、もう今のアーロベルトはもう超泥臭いし、ボールが奪えるようになるましね。ほんとそうです。もうガッツガツいくし、そこをこうなんか、で正直、 ラツヨの他の選手に足りないのはそこ、カマダ選手も僕に対しても僕は思うのは、そ、そこだと思ってて、開き直って、もうこうなったら、自分がやりたいサッカーとか、あのー、理想とするサッカーなんてどうでもいいから、今できる範囲のことを100%やるみたいなことが、チーム全体に多分欠けてた時期がラツヨにあった気がするんですけど、なんかそういうの関係なくロベッダーは、もうだったらしょうがねえ。絶対この目の前の相手にだけには絶対負けませんみたいな。 で、ボール奪ったらできて、やりたいことやります、できることやります、みたいなのを、もう徹底して落とさなかったんで、チームのど真ん中にいる彼がそれをやったことで、ラッツィはすごく支えられた、我慢できた気がするし、そのうちだんだん周りもそういうモードになってきて、今や、ゲームウが試合に出てるのもまさにそこ。もうボールの局面で、一対一で負けないみたいな。もう全部そこなんですよ、今もだからそこからボール奪ってから全然誰もリンクしないんだけど、<laughs> そこがこうなんか開き直ってきたことによって結果がついてきたみたいな感じだと思うからなんかそれを我慢させたロベルラの存在感はあのすごく大きいし、まあ、選手、まあ、一個人として今ちょっと化け始めてるなって気がします、ね。なるほど、うんえー。そして前線に入ってきます。あと2人ですね、はい、11人というと。はい。2、えー、トップはイルディズ、はい、イベント戦イルディズと、えー、ボローニャのザークチーですね。 これはもう変態的な、あのー、ザクツィはもう本当にこの人、このから先どうなるんだっていう意味でワクワクしまくるし、<laughs> まあやっぱカスターの大,大、超好きだから、もう本当はあのカスターのっぽさを表現してくれる選手はもう無条件で応援したくなる。ザクツィはもうこの夏絶対出てくるからボローニャから、うん、見といた方がいいですね、うん。絶対見といた方がいい。この選手は本当にどうなるんでしょうね。イブラヒモビッチみたいになったらいいなと思いますけど。 だから本当に信じて使ってもらえるチームに移籍してほしいなと思いますけどね。うん、これ控えとか途中出場っていうのはもったいない気がするんで。うん、そう。うーん。どこかわかんないですけど。うん、いや、すごいビッグクラブ行くんじゃないかな。うーどうも。バイエルに扱い切れないでしょ多分ね。ザ <laughs> クツィは本当、出場すれば多分どこのチームでも活躍できると思う。うん、ね。 うん、間違いないですよね。うん、どこ行くんだろう。いや、ほんとそう。これ、どこ行け、ばいいんだろう。<laughs> でも僕はフィオレンティーナー来てほしい。<laughs> <laughs> でも、すごく無茶な金額で提示してでも、僕は取った方がいいと思ったけどな、うん、ぐらい、今、うん、すごいと思う。いや、ほんとそうですね。うん、物が違う、ですよね。うん、うん プライベートのそのところはよく分かんないんだけど、うんうん、ピッチ上ではもう敵なしって感じがしますね。はい,はい。はい。だからプライベートのところで問題児だと、うん、そういうところで手を挙げないチームとかはあるのかなって気もしますね。そうですねだ。だから、でもプレー、そのピッチの上だけのプレースタイルとか見てると、全然その、うん、そういう意味ではカッサーノっぽさはなくて、うん、本当にチームプレーヤーだなって思うんで、だからこれハーランドとかと一緒で、 なんか悪ガキ風,風なだけで、あの、全然そこのなんか謙虚さ真面目さみたいなのがある気がするんで、まあ、そこが勘違いされなければ、これは本当に石塚刑事に夢を見た人たちはみんな夢の続きを見れるんじゃないかっていうぐらい、そこから。ありますね。そしてもう一人が、イルディズだか、イ、はい、ルディズだか。はい えー、2023年12月頃から、まあ、うん、サッカーファンとかもよく耳にするようになった。うん、そうですね。すうん、今、ユベントスのファンの人たちは今この選手にすごくワクワクしてると思うし、うん、あの、出る試合出る試合でその可能性を示す、この選手。だまだね、そういう意味ではさっき、カーラ・フィオーリに対して言った、こっち側には入りきってないんですよ。まあそうですね。<う>はい、まだ、ここのところを、 あとちょっと何か大きなきっかけがあればドンって入って、そこからグンっていくんじゃないかって思わせる <laughs>、あの、タレントなんで、<laughs> そこですね。では、ユベントスで、えー、下からこういう感じで上がってくんだっていうのが、すごく面白いなっていうところで、うん、ネクストジェネレーションのところが成功してるっていう風に、今見方されてる中で、あのそういう、こういう選手がこうやってさらに一個跳ね上がってくると面白いなと思うし、あの、まあ、 シンプルな表現をすれば花がある選手なんで、うん、そこがね、やっぱワクワクさせてくれますよね、えー。イベントスネクストジェネレーション、昔はイベントス U23 だったかな、うん、っていうチームで活動していて、うん、セリエ1、3部に所属してるんですけども、はい、まあそこで、まあ、プリマベーラとは違う、うんえー、カテゴリーでプレーさせて、まあ、才能のある選手たちを、うんまあ、主には。 売却益を目的としたりとかしてるんですけども、うん、本当に可能性ある選手たちを引き上げて、うん、だから結構、だからフロジドンでプレイしている選手たちも、ジェネレーションでプレイしている選手たちもいたということなんで、うんえー、そこら辺も含めて、ね、あユベントスが、下部組織も含めていいサイクルに入ってきてますね、面白いですよね。でまあ、今、イルディズのあれは、キエーザとの交代が多いんで、うん 2人の共存はできないのかみたいなのがユベントスファンの待望になってるです、ねうん、そうですね。で、ブラホビッチがやっぱ上がってきたから、うん、ここの使い方含めて、ユベントスね、今、そのシーズン後半、まあスクでと争っていく意味では、すごく面白いポイントになりそうな気がします。まあ、ちょっと今、強いですからね。そうですね。うん、で、まあ、えー、第17節のフロジノーネ戦で、うんえー、セリア初ゴール決めて、そしてコッパイタリアでも、えー、ゴール決めて。うん もう僕、リプレイかと思いましたよ、ね。うん、ね、本当に。二 <laughs> 人の間入って、うんうん、あれこれも得意なプレイなんだろうなって。二見つけたみたいな感じで、ね。そうそう、二人がいるから大丈夫でしょうっていうところを、門が閉じる寸前で入っていって、うん、ニアサイド抜くみたいなのが、得意なプレイなんだろうなって。この彼が順調に出場機会を得て、言ってみれば、下部組織からの成り上がりなんで。うんうんうん もともとはバイエルンが才能を見出した選手かもしれないですけども、うんえー、やっていくとまた新たなイベントの顔になっていける可能性が、うん、そう可能性を感じますよね。はい。うん、選手ですよね。すで、はい、にトルコ代表もデビューしている選手ですね。うん、そうですねで。そして、まあ、これで11人選んだわけですけども。はい、はい。まあ、相変わらずやっぱり11人には絞りきれないと。<laughs> <laughs> 確かにね、この11人で、<laughs> あのー、サムネイル作ったときに、誰真ん中にするみたいになっちゃうますよね、うん。そうですね。はい、そうですね。そうなっちゃうんで。はい、おかわりがある。うん。補欠,補欠 <laughs> 日本のね、はい、育成システムにおける、悪しき習慣である補欠システム <laughs> <laughs> これを <laughs>。 補欠じゃなくてリザーブですからそうそうそう。選びがちな。まあ、あげたいなと。何人かあげたいなと思うんですけど。なるほど。なるほど。まあ、これは好きっていうか、まあ、これは本当に楽しみな。2024年、楽しみな選手。一気に上げますが。ドン。はい。え、カンドレーバー。はい。え、サされるタたいなアタランタのトゥーレ。はい。まだ出てきてない。未知のアトゥーレ。え、それからナポリに来るのトラオレ。トラオレ好きすぎて。はいはい。もう一回見たいっていうね。 で、あと、ウディレーズのデオロフェン。デオロフェン。ェいつもうそろそろ来ますかっていう。膝の手術してね、長期 <laughs>、はい、中。はい、はい。それからね、もう出場機会をなんで与えていただけないんでしょうかっていう、フラッテージとアスラーニのコンビ。<laughs> うん、インテル。はい。そして、サスオールのエルリッチ大好き。<laughs> <laughs> エルリッチは今来るの難しいんですけど。んはい、難しいですけど、でも本当にこの人も今シーズン頑張ってるんで。頑張ってます。それからフロジノーネのモンテリージ。<laughs> モンテリージもいい選手なんだよ。<laughs> モンテリージ知ってる人、<laughs> あの、もうよっぽどセリア好きじゃなきゃ無理。でもね、フロジノーネの良さに気づいてる人が今だから、 40万人くらいいるとして。<laughs> 40万人いるとして、はい。そしたらもう40万再生いくと思うんで。モンテリージのね。はい,はいはい。はい、モンテリージ。これ一人一人の、まあちょっと短めでそうしですね。そうですねあの。カンドレーバーはもう本当にもう今のセリアを、はい、残念ながらセリアのアイコンとして <laughs>、あの、注目されてる選手ですし、もうこいつ、もう代表入ってほしい。とにかくユーロ一緒に行きたい。 よ <laughs> 緒しくお願いし<緒> <laughs> はい。で、トゥーレはもう本当にとにかく見てみたい。今アタランタ調子がいいから、あ<ー>あ面白くなってきたアタランタで、このあんだけ期待されたトゥーレが入ったらどうなるんですかっていうのは、すごく楽しみ。ルックマンがちょうどアフリカネーションズカップでいないんでね。うん、そうかそうかそうか。<ー>はい、すごくアタランタね、やると思いますよ、この後。 シーズン後半。いやー、やめてほしいな。<laughs> で、えー、今ね、絶賛話題になっているトラオレがナポリに来るんじゃないかっていう話が、もうトラオレめちゃくちゃ好きなんで。プレミアから帰ってくるんじゃないか、はいで、えー、ウディネーゼも、えー、もうとにかくデウロフェウ、そろそろ見たい。デウロフェウがいれば、うん、ね、みたいな。うん、はい。ウディネーゼ試合何度もあったんで、はい、そろそろだろうと。そうです。 で、僕はインテルに対してはチャンピオンズリーグで優勝できると思ってるんで、はい、今シーズンは。はい、そう、優勝する、チャンピオンズリーグで優勝するために何をしなければを考え、何をしなければいけないかを考えたときに、今のフラッテージとアスラインの使い方には不満がある。もっと強い機会がないといけないと。ダメです、ないと。だからシモーインザー君はめちゃくちゃ評価されてるし、本当にすごい監督になんかなっていく。ね、いい階段を上がってますけど、僕に言わせればまだまだ、<laughs> <laughs> <laughs> 足りない、そこが。<laughs> これは彼らの使い方は、シーズン後半どういうふうに考えてるんだろうって楽しみなんで、あの、注目してます。割と固定なんでね、うん、フラッテージとアスラに、途中出場がもう2桁超えてますんで。うん、そうなんですよ。だって、フラッテージはスタメン1試合、アスラにーーはスタメンゼロですから。リーグはね。うん。うん、ここは結構本当に最終盤にかかって、この2人の使い方って大事だと思うんで、どうすんだろうなって、すごい楽しみです。 はい。で、札幌ロエルリッチはもう昔から好きだから、えー、応援してるんで、うん、今シーズンちょっと不安だったんですけど、入る前。エルリッチ、ちょっと大丈夫かなと思ってたんですけど、入ってみたらもう本当にもサ札幌ロの最終ラインは、エルリッチが頑張ってることになり立ってるんで、やっぱりいい選手だな。ユーロで対戦しましょうね。<laughs> <laughs> <laughs> 思ってます。クロアチャですね。はい。でもフロジノーネのモンテリージはもうフロジノーネ見てる人なら誰もがわかる、頼りがいのある、 本当にいい選手なんで、今ね、モンテリーズに対しては、あの一時の、何でしたっけあの人。どれですか<あの> <laughs> どれですかねあんだけ好きだったのに。どん <laughs> あんだけ好きだったのに忘れる。アタランタからジェノアに行った。あのあ、マジェルですかマジェルのマジェルマジェを感じるぐらい。マジェルのみを感じる。モンテリーズ今、熱を上げてますね。まだ22歳ですけど。うん そうですね。はい。モンテリーシそういった控え。補欠メンバーになりました。なるほど。うん、補欠メンバーを紹介いただいても、なお、どの選手を真ん中のサムネイルの真ん中に置いていいか分かんないですね。<laughs> はいはい、はい、そうですね。<ー>これは、あのー、山本君のセンスが問われると思うんで、楽しみにしたいと思いますね。そうですね。伊藤さん、2024年の一人二人三人ぐらい挙げていただいても <laughs> <laughs> いやー、これ結構、 結構難しいですよね。うん、まあ、まあ、上位陣、上位陣。まあだから、ミランかな。<う>ミランはだから今、結局順位変わっちゃったんですけど、うん、近年、プリマベーラ、うん、ザーニアラスしたんですよ。数年前までプリマベーラ2部にいたんですけど。うん、あ、そっかそっかそっか。っかで、去年とかザーニアラスしたんですけど、今年優勝争いしてるんですけど、プリマベーラが。うん、で、そのプリマベーラたちの出身選手たちが非常に調子いいですよね。それこそ16歳で出てきた。 15歳か、カマルだとか、うん、そもそもだって、一番最初に出てきたのが、あの左サイドバックの、えー、誰かですよね。バルテザーギね。<laughs> バルテザーギとかって、これも記念 <laughs>、はい、記念デビューでしょみたいな、ね、思ったら、その後も出てきたりとか。うん、で、シミッチ、ヒメレス。ヒメレスなんか、うん、やっぱレアル・マドリードとかから来る選手が。ね。うん。 技術あうっすみたいな。それは感じます。で、シミッチ、早速ゴール決めたりとか、ああいうところもあって、まあ、だから、ユベントと同じですね。プリマの選手が上がってきたりとか、結果残してとかトラオレか、そうそう。トラオレとかね。う伊藤さんはやっぱ若いの好きだからな。いやまあ、ベテランとかで言ったらもういますけど、すげえなと思う選手。やっぱでも、ひわれまあ、エンポリとかかなとは。 エンポリが残留争いで監督が、アドラッツォーリさんから、今季2度目の交代で、ニコラさん来た。ダビル・ニコラさん残留系の部にサリン・テアナがもっと下にいるのにエンポリでいいのかと思いましたけど、先にね、エンポリでいいのかと思いましたけど、相変わらずエンポリも若いやつが出てくるじゃないですか。そうなんですね。なんでみたいな。それこそ、アドラッツォーリさんの置き土産として、あの、ソデーロをデビューさせたりとか、そうですね。あともう一人デビューさせましたよね。えっと、コロナ。そう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 。 あのね、やっぱ監督ってそういうことするんですよ。なるほど。自分が解任されるタイミングを分かってるから。なるほど。もうだ、後半とか。どういうつもりなんだろう。ウィキペーダーに名前載せたいじゃないですか。誰々の元。なるほど。何年に。エゴ自分自身のエゴ知らないですけど。知らないですけど。反発心もあんのかな。じゃあ、 そう、最後にもうやってやろうみたいな、だから。うん、からソデーロとかコロナとかは、だから、アンドレアッツオーリがデビューさせた選手みたいな。なりますよねで。僕がやっぱ一生、一生忘れられないのが、アルベルド・カバジンっていうレッチェの監督が、バレリー・ボジノフを15歳でデビューさせたっていうのが、<laughs> <歳>でその後、解任されるんですけど、デビューさせた試合でね。<laughs> やっぱそういう、エゴじゃないですけど、うんうん、監督として最後の、うん、承認欲求ですよね。なんか、すかしっぺをしてから、<laughs> たさ立ち去っていくんじゃないかなと思ってるわけですよ。失礼ですね。<laughs> 最後のなんか、なんか、はいはい、残り顔を残していく。していでもわかる。それ俺が監督でも多分やっちゃうと思うもん。多分。ね。うん なんか、本当は、お前のこと評価してて、叱るべき時に、デビューさせたかったっていう思いを、多分分かりますよね。うんうんうん、かる。もうこの試合で、勝負だ。うん、で、その勝負の試合でもう後半、ゼロ戦、みたそな時に分かる分かる分かる。うん。行くぞ、森本 <laughs> !14 歳 <laughs> みたいなことじゃないかなと。まあ、その、森本選手の時は監督の人事が僕はどうなってたかは覚えてないですけど、<laughs> はい、セリアでは僕は結構そういうのがたまにあるんで、うん、そこら辺コロナとかソデーロとか出た時には、この前のエンポリ戦はそう思いましたけど。<laughs> なるほど。はい、はい。えー、はい、おそらくですね、一、うん、人二人しか選手名分かんなかったって方がたくさんいらっしゃるらしいと思うんですけども、<laughs> はい、2024年もこのカルチュー2020では、はい、イタリアサッカーの魅力をそう、 本当に。お伝えしていきたいと、うん。中途半端にお伝えしていくという感じですよね。中途半端にね。うん、あの、でも、僕が見てるのは、ツイッターとか、ゲーム X とか YouTube ですけども、うん、自分たちから発信しようって形も結構増えてきてい、うん、らっしゃってて。うん、本当ですねあの。セリア界隈が、密かに盛り上がり始めてるいや、これ本当、5年前とかと比べただけでも、全然違いますよね。すね激変してると思う。それぐらい、あの、盛り上がってると思う。うん なるほどね。僕はもう本当超ポジティブ人間なんで。そうです。確かにね、僕も持ってて、YouTube、YouTuber って言葉が流行り出してて、海外の YouTuber が流行進んでるわけですけど、J リーグの1クラブを追う YouTuber ってそんないなかったです。僕が感じた頃。その細井さんが言ってたらそれ、5年前とか。 それこそ僕が見たときは FC 東京のコハロンとか、くらいしかなくて、うん、なんなら、もう、僕も裏側知ってるからですけど、コハロンとか、うん、FC 東京からちょっと煙たがられてたわけですよ。アンオフィシャルでなんかやるなよみたいな感じだった。だけど今はもう公式の仕事をやってるわけですよ。そうそう、そうなんですよ。そうなんですよ今の J クラブを応援してる個人 YouTuber みたいな人は、多分みんなそういう感じだと思う。で、うん、誰か、誰かに調べと、誰か調べたやつ見たいんですけど、全クラブの 応援してるユーチューバー今いるんじゃないかなと思うんですよ。J リーグだと。なるほど。いそうですよ。すごいいそういそう。ね。だからそれぐらいになってきたなって気がするんでね。面白い。あのもうセリア我々だけじゃなくて、もう我々も老兵は猿のみですから。はい、本当ですね。あの若いそのセリア盛り上げる子たちも出てくると面白いなと思いますけど。本当に僕らは多分年々ねこの椅子が下がっていく。だんだん小さくなっていってフェードアウトしていく。 <laughs> いやっぱほら、うん、おじさんがこんな熱弁してもそんなに魅力伝わらないと思うんでそうそうそうこれ本当にだから前にも言いましたけど、うん、皆さん気付いてないと思いますけどこのスタジオここ壁じゃないんで <laughs> 無限に後ろあるんで <laughs> 確かにねそうそう,そうサーッて下がってるとちょっとす <laughs> あどんどんちっちゃくなって <laughs> そうそうちっちゃく <laughs> <laughs> へえ お便りいただいてます。ペンネーム、サッカー選手は35歳からですよ、お、いいですね。いい名前。はい。伊藤さん、細井さん、カルチョだけでなく、人生の勉強にもなる動画を何年にもわたり、ありがとうございます。ユーロ2016のイタリア代表を見て、カルチョにインシーネとメルテンスに惚れて、ナポリにどっぷり使った大学4年生です。大学4年生でユーロ2016ってことは、8年前でしょうん。うん。まあ、ざっと見積もっても中学生の頃ですね。そうですね。 夏にカナダに留学に行った際、出会ったイタリア人にユーロ2016のジャッキリーニンとペンレ、スーパースターとは言えない選手たちの活躍を熱く語ったところ、うん、そのイタリアーノと仲良くなれましたと。 えー、仲良くなって、まあ彼に会いに行ですかね。イタリアに行きたいという思いが一層強くなりました。うんえー、そして学生最後の春休みの2月。もうすぐじゃないですか。うん、来月ですよ。ああ、今の話ね<れ>、はい。手紙が届いたのが多分年末なんで。ね、<laughs> 我々1ヶ月来てなかったんで。ちょっとタイムラグあるんですけど。<laughs> なるほど。これがでもあれですね。お手紙のいいところですね確かに確かに。2月に夢が叶えます。うん、愛するナポリはもちろん、ミラノ・ローマ・フィレンツにも訪れ、 隅々までカルチョーを味、味わい尽くすために、うん、セリエ B やセリエ C の試合も観戦に行きたいと考えてます。うん、これは番組内での特集が面白すぎたことがきっかけです。 そこで質問です。はい、現地観戦におすすめのセリエ B、セリエ C のスタジアム、クラブはどこですかーローマやミラノの近郊だと助かります。うん、雰囲気重視や強さ重視など視点はお二人のお任せします。またマラドーナの壁画など試合のスタジアム以外でもカルチャーを楽しめる場所があれば合わせて教えていただけると嬉しいです。長くなりましたが今後とも楽しめて笑える、楽しめて笑えて学べる動画をお待ちしてます。はい。ということですよ。えー、細井さん。はい。どこですか いや、これね。はい、あの、僕はそんなに、あの、あっちこっち行ったことないんで、うん、ダーツの旅やりましょうか。<laughs> ダーツ。ちょっと僕は今やるんで待。待ってください。パソコンのモニターにペンを、うん、ペンを、<laughs> ペンを。参考までにね。参考、はい、まで、ねまあ、ダーツやったら、ここだったここになったよ、みたいな。いくよ。<laughs> 今、イタリアじゃない。<laughs> フランスだし。フランスだしいいとこですよね。ヨーロッパは何が言ってそうそうそう。理屈好きだから。フランスでも行けちゃう。ボローニャボローニャ付近。あ、フェラーラね。スパル。スパルフェラーラです。スパル、スパル。いいじゃないですか。えっと、今、えっと、そうですね。エミーロマラシュ。2年前まで、セリアに向いたスパルフェラーラ。ボローニャから多分ね、 この前僕通り過ぎたんですけど、1時間ぐらいかな 1>, <laughs> ?1 時間ぐらいで、えー、行けるんですけど。はい。え、絶対いいと思う。で、スパル・フェラーラは、駅からも近いんですよ。歩いて行ける。はいはいはい、ええー。で、今セリエ、ザレながセリエチ、位。はい。3分。いいじゃないのよ。望みのセリエチ位がありますよ。<laughs> はい、はい。これはあのー、ぜひだからボローニャ見て、スパル・フェラーラーボローニャに一泊して、多分同日ってうまくスパルかぶ、かぶんないかな。 なんなら、セリエ B は、えっと、あっちの2次キックオフなんですよ。知らです。ど、どんなカレンダーになってるか知らないです。そっかそっか2キックオフだから、スパルの試合終わったからボローニャも行ける。いやなるほど。で、セリエ B も見たいなら、やっぱ今はね、近くだとパルマ。はい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 。レッジエミリア。そっかそっか。ボローニャからパルマに向かう。あ、そっかそっか。で、ミラノからも1時間ぐらい。じゃあこれ日程に合わせて、はい。 まあ、ボローニャね、多分面白いから見るとして、はい、スパルが見れるのか、パルマ見れるのかみみ、見ればいいですもんね。でモーデナも今モーデナ今、<ん>セレビ。あ、え、じゃあモーデナ見てほしい。俺、モーデナ超好きだから。で、レッジュエミリア。はい、なんだろ、ここ、ボローニャ。なんていい。ね。ボローニャ行くと、モーデナセレビ、レッジュエミリアは、今、サッソールで試合してるんですけど、ネスタ率いるレッジアーナがある。うん、レッジュエミリアね。はいはい。あ、これし レ,レ、うん、それで、パルマ。うん、で、セリエ B だと面白いのが、今、コモとベネーツィア<ー>。観光地としてもコモとベネーツィア行ってもいい、はい,はいはいはい。いいから、ああ<ー>。まあだから、ミラノ近郊だったらコモとか、行けばいいんですよね。コモも今、セスク監督で、うん、あまあ、セスク監督ライセンスないから、形上は違う、変わっちゃったのかな、うんうん、今、校長だし、コモ。で、コモコは、 そのインテルの練習場があったりとか、もう別荘があったりとか、避暑、はい、地、避暑地っていうかもう。うんうん、で、うん、ベネツヤはまあもう観光地の一番先っちょにある。うん、なコモも、えー、と湖沿いにスタジアムがあって、うん、ベネツヤも海沿いにスタジアムがあるんで、うんうん、あの、ありえない環境にあります。はい、で、ミラノからベネツヤに行く途中にベローナとブレーシアとベルガモもあるから。はい アタランタ行ってもいいし、ブレーシア行ってもいいし、ベローラ行ってもいい。無限に行けますね。ここら辺はこの、サッカー三角地帯なわけですよ、ここ。ね、ここね。はい。ミラノ、ボローニャ、ベネツィアのこの三角地帯で、なんならボローニャからベネツィアに行く途中にパドバがあって、デルピエロが生まれた街を楽しんでもいい。うん。僕は行ったことないけど。待って待って、彼は、留学するんでしょう。いやいや、留学じゃないですよ、多分。その友達なにいたら、そういに卒業旅行だと思いますよ。そういうことか。 だからそんでそのこの後見ると勝者に就職が決まっててイタリアにも失者があるのかな将来はイタリアに、うん、なるほどでもせっかくだからやねやったから、うん、スパールかパルマを B C で見ることを念頭に置いてちょっとカレンダー見てみてくださいよなん <laughs> かカルピとかあるわけさ本当だ本当だ懐かしいでしょ<あ>カルピ、うん、本当だ全然もういくらでもあるんだなそれはやばイミヤロマーシュはね。うん すごいんですよ、ね。そうですね。いかがでしょうか <laughs> 返事はリアルタイムで返ってこないですけど。<あー> <laughs> ね、なんかね、読んでたらね、うん、カルチャーをね、一番最初から見てる人でしょ。やば。この,の YouTube のね。<ー>そんな10代ありますよね,ね。得したのか損したのかわかんない。<laughs> <laughs> はい、いやー、すごい嬉しい、でも手紙で。 なんでこれ紙の大きさ違うんだろうなこれはね、追記でね、うん、焦って書いたからだと思いますよ。ああ、そういうことか。やっぱ俺大学生って言ってルーズリーフでしょ、うん、はいはいはい。いやでもそ,そんなことないかな。い,い,いや、わかんない、今の人たちの。<う>写真までね、ちゃんとすごい。これが右の子がイタリア、イタリアの、うん、友達ってことね。へ、うん、えー。そうか、彼はじゃあ2016年のあのユーロの、うん、うん 悲惨な歴史をちゃんと理解してくれるってことなんですね、魅力としてね。なるほどね。うん、なかなかね、イタリア人だからサッカーの話しても、うん,うん、うんって人もいますからね。うんうん、そうですよね。うん、みんなはみんなじゃないですからね。もう二人ともすごく爽やかなイケメンで。いいですね、うん、20代。いいよな今20代だったらどうかな、うん、何しますひたすらネットゲームしてますね、僕は。<laughs> 多分20代だったら。 なるほどね。やりそうだよな、伊藤さん。今20代じゃなくてよかったんだから思いますよ。はい。ということで、ねカールョがようやく帰ってきました。そうですね。楽しいですね、やっぱり。セリアもシーズン後半戦。セリア B もシーズン後半戦入ってきました。どうやら3月にはイタリア代表はアメリカで2試合、新天試合を行うと。今日細江さんがご紹介いただいたカラフィオレあたりが選ばれるんじゃないかなとか。 まあ、ガンロは難しいんじゃないかなとか。うん、<laughs> ガンロの魅力気づかないか、みんな。スパレッテも気づいてないかもしれない、まだね。気づいてない。ええ <laughs> ような形で、2024年もね、まあ、スクレット争い。はい。まあ、ユベントスかインテルかになるのか、うんで。チャンピオンズリーグ、カンファレンスリーグ、ヨーロッパリーグの争い。うんうん、ここすごいですし、うん、残留争い。うん、このままいっちゃうのか。うん やっぱこの1月の補強とか監督交代がガラッと変わりますんで、はいはい、どうなるのかっていうのも一つ後半戦の楽しみかなという気がします。本当セリアフリックスなくなったんで、この番組にかかる期待っていうのがもう本当に大きいと。<laughs> <laughs> そうなんですね、はい。はい、間違いないです。えー、ということで、はい、ぜひですね、うん ダーゾンの試合映像からこの番組で使えるんだと思う。それで厚みが増すかもしれないですよね。本当はね。はい。ね。スプリク使えなくなったから。無償で使わせてもらいたい。そうですね。いや、総合的にこうなんかね、メリットをうまくこう、そうそうそう。サイクルできればいいと思うんで。はい。そういうことも積極的に働きかけていけるような我々でありたい。ありたい。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。